分からん。おい、とりあえずまあそれで3点何分やったかな。ちょっと時間に興味いるわ。いいですか。あれなんかトールさんに2時半頃ってトールさんから来たけどさっき。うん。ちょっと遅めの朝飯を食ったからまだそんな減ってなくて、で今おしげるガチが横でその出るまでやるかって感じでなってますわ、うん、なるほどね。はーい、梅沢の差し合いでも勝てない。あ、勝ち数が分からなくなった。一番最初、おしげが一本取ったから。あれ、前のやつ10-0の時の。え、2セット目1本目取らなかった？取ってない。あ、ほんま？うん。完全に演劇強み。うん。ケツにも勝つし。総裁するかな。あ、総裁。ああ、それあの人総裁。だってなんだ。あ、セーフ。飛んできてくれたからだったって感じ。いよいよおしげの悔しがる顔が見たいっす。さすがミリア、ちゃんと対
策した。先まで一回だけだから逃げられたけど。あ、これはやろ。その当て方うまいな。あれ、剣量9って。はいやりかったはぁもういいやこいつさあだなぁ安いいよあ、ちょっと構えてみますあ、今のはあ、ちょあ、甘いまくったよさ見してる時にやめろよさ見してる時にやめろって意味がわからんよさ見てる時に鼻かいてる時鼻かいてる方が悪いワンチャンスいやあの禁煙出演中サンデムとトントンでいやトントンちゃうなあれわかんないジャンプしとったジャンプしとったしーちゃん。立ち。立ちピー負けたんやけど。構造って なあはい何するじゃんなんか起き上がりにエース振るだけで打ち込めんのに実は早すぎるやけど暴れ投げんのかなとあーパスだよマジで熊野が出んの
バーン。あれさ、さっきスターシップにさ、エスターってたやんか、で、その後なんか仕込まれとったやんか、あれなんでなん。仕込んでたから。スターシップに仕込んでた。いや、仕込みながら動いてて、で、スターシップ出した。あー、そういうことか。スターシップも仕込めるけど、カラキャンで、ね、でも難しいからそんなせん。タチピーカラキャンスターシップってこと。カラキャンスターシップが出る、はいはい、でもめっちゃ難しいからね。こっちは確認するの無理やんじゃん。スターシップバグミスター何のことでしょうか。あれすべきなのかな。僕微妙に気づかないけど、あ、いいよ。でかい、これ。痛い痛い。逃げてー。おい、青木さん。逃げてー。いやいやいや。え、ちょ、はい。逃げてー。産後。いいよいいよ。産後やと、ゆうさん。仕込んでるちゃうかよ。ケツが当たれへんねんけど。ん、差し込んだだけ。くそ。
まだタイヤ全然いける。確かにカタカナのギルティーアのタグは入れてなかったね。ありがとうございます。さすがですね、おすげさん。おすげさん、はい、あ、ダメ、届くか。残ってんのかな。ああ、ここに来て前転か。6-5、まだ全然いけるよ。
仕込めじゃなかった。よっしゃ、あ、でかい、はい、汚い、え、どっちが汚いねん。頂点っすよ、今。え、だから、トンダン見て前ピースピーターって感じ。はいはい。なんで俺叩くん？え？え、おしげさん、なんすか、ここで何かバラしてほしいってことっすか、今。あ、すみません。反撃完璧やんけんけど。すげえ。え？一緒に行った。バラすんか、バラしたらバラしてしまうやないか。はい、え、なんで、あれな、結構高確率で避ける方法があるね。あ、そうなの。うん、シャーケーだっけ。シャーケーの後のディレイで打ったら、え、ディレイで打っても繋がんの。繋がる。で、バーストやったら避けちゃう。そうそう、あれ調べた、あれの頃からでしょ。あ、そうなんや、うん、よ、調べとんな。はいはい、知ってた。いよいよ被るんか、あれ暇押しやったか。
うわっ、ちょっと今のあれ当たんのはすごいな。あ、ちょっとごめん、詐欺ったと思ったわ。おお、クマ助けに来た。あ、おお、いいよいいよ。よいしょ。置き攻めの逆の読みがすごかったな。ならなら、盛り上がってまいりました。許さない、誰かサービスタイムの延長のやり方を教えてくれ。グーロ。あ、予約枠だけなんや。はーい、ありがとうございます。すいません、困った。あ、あ、刺さってたのに。あ、ほんまや、予約枠取った場合のみか。次から予約ってやつを使う。あ、枠変えるわ、ちょうどいいし。はい、今87か。オッケー。今87やな。よし、ちょっと大きくなるんや、最後。まあ、演出になってたけど、多分。ケツが。今日当てるわ。
イレントの現存時間自重。間違いない。あ、コミュニティ参加ありがとうございます。うわーすげえ、ひどい。しげリーチ97、頑張れルー君。おしげの悔しがる顔を見たい。うわぁ助かった。うわぁいいケツやったのに。あれ打ち取るって聞いてたから。買うか。いいか。いいよいいよ、これはでかいやろ。いいよ98。なんだと、キーワード。これに合ってる。あうわわしゃらへんわ。汚いけど。いや、ケンズ立ってる。何や出さないか。でかいよ。もう
ぞ。怖っ。ああ惜しかった。というわけで2セット目は18で、おしげが2セット先取でルー君のリベンジならず。ご感想は。殺す。マジで殺すこいつ。というわけでとりあえずまあリベンジガチャ終わりで、まあルー君がの試合でお尻をしばきたいということで、多分このままちょっとまの試合してると思います。見てくれた人ありがとうございました。とりあえずちょっと、まあ一応垂れ流しといて、俺はお風呂に行ってきます。おつです。ちょっと、お風呂配信はちょっと、サミットはラグなくて快適って。あ、マジ？よかった。そうなんです。一応音は出してないけど横目でチラチラ見ながら配信してました。もしかしてさっきから映ってるチップはサミット？うますぎこいつ。今のちょっと、ちょ、あ、ちょ、ははは、ああ、ああ、すぐ暴れるからなこいつ。こいつだけは、ほら暴れるからって。マジ終わってんねんけど。デッサンでも簡単とのむずいで。うるさい。いや、ほんまに。デッサンきついのはわかんないけど、カウンターとのことしたら結構むずいよ。そんなこと全然ないやろ。いや、ほんまに。さっき置いとかなあかんもん。
せ。できる。あー、なるほど。餌ガードしたとエスタンって切り込みでやるな。あまりもしなんしない。あんなしゃばけ、エスタンとかそんなんでいいやん、全然。まあまあまあ、ああいうのだったらいいけど、エスタン、あんなに一人で食られんからな、あんま。え、ちょっと待って、今、うんうんって言われるところじゃなかったの。え、切れそうなんやけど。しゃ、おほほほ、きた。シャダミやからエンスフロークなと思ったらブラストしとったから知らんやん、演説上。あ、そっか、別にロンギーも知らんもん。知らない。ほほ、爆せ出てるけど大変だと思って。この当て方すごいわ。うわーっと。なんでやねん、こいつ。ふざけんなよ。押し込んだに古いところだ。
春の風吹いてどうするみたいなものやな。よう見とんな。うん、求められたいこと完璧に分かってるな。なんか感覚で手なんか。ブリジットあそこで当たる方がおかしい。マジで、しゃがみって結構いろんなキャラ取るけど、ハイとかしちゃった。ハイ取るのない。連打してその合間に刺さってフォルト当たり、やばい、フォルト払うのかなって、パッパッパってやった。できないことなかなかないと思う。軽打者当たるよ。今のちょっと抗議したいところなんですけど、無理やってな、なあ、なあ、スプラゲせえって言ったやん、なあ。
出したんだけど、どうしたの、もうちょっと早く置く、フェッチじゃなかったのか、小フェッチか、今のはしばらく全然届かへんねんで、ミリアに普通当たるからさ、なっついねんな、引っかかってる、投げ仕込みです、投げ仕込みジャンプ系なんです。分かってて投げられる、分かってて分かってて、おかしいやろ。うまい、え、今の無理な、今の無理やで、早めにしたの、やったー、今のちょっと動画で上げて誰かニコニコに、今の試合ねえ、おしげさん。